スルフコタル湿度のバクトリア語碑文。ギリシア文字で書かれている。カニシカ一世の貨幣。オミクロンオミクロンオミクロン。オミクロンオミクロンバクトリア語は、中央アジアのバクトリアを中心とする地域で使用された言語。インドヨーロッパ語族のイラン語群に分類される。バクトリア語は、クシャーナ朝の時代から8.9世紀頃まで使われた。 紀元前4世紀のアレクサンドロス大王以来、バクトリア地方では、ギリシア人の支配が続いたが、紀元前2世紀後半になると決死などが侵入した。クシャーナ朝では初めギリシア語を公用語としていたが、カニシカ一世の時に、バクトリア語を公用語に改めた。文字としては、引き続きギリシア文字を使用したため、バクトリア語はイラン語派中唯一ギリシア文字で筆記される言語になった。 クシャーナ朝は勢力が広かったため、バクトリア語もインド北部から中央アジアのトゥルファンに至る地域まで使用された。エフタルの侵入後もバクトリア語は使われ続けたが、7世紀のアラブ人の侵入を経て絶滅した。バクトリア語の資料は近年まで非常に限られていたが、1990年代以降大幅に増加した。バクトリア語の資料には、カニシカ一世以降の貨幣、 印象、碑文、文書及び落書きなどがある。碑文は1957年に発見されたスルフコタルのものが有名であったが、1993年にラバーアタック碑文が発見された。文書は中央アジアで見つかったわずかな断片しかなかったが、1991年以降100点もの文書が知られるようになり、その多くはナセルハリリのコレクションに加えられた。 バクトリア語はギリシア文字で書かれるがギリシア語にないの音を表すための文字が追加されているため25文字になっている。現状はトカラ国で25文字から構成され左から右に読む文字を使っていると書いているがバクトリア語の文字を指していると考えられる。碑文の文字は通常のギリシア文字で書かれるが文書や後期の貨幣では草書体のギリシア文字が使われ、 解読が困難である。ギリシア文字の他に、マニ文字で、バクトリア語を書いたトゥルファンシ土ドの文書が一つ知られている。複数の文字体系で書かれているため、バクトリア語の音韻は、他の中期イラン語に比べて、詳しくわかっている。音韻から見て、バクトリア語は、東イラン語に属し、パシュト語、ソグド語などと禁煙関係にある。ありがとうございます。